はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病、腸病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病細胞の数を、ね、確認するのにですね、骨髄腺腫という検査を行います。病院の方針によってはですね、検査する箇所に違いがありますけども、僕は腰の腸骨という、まあ、分かりやすく言うと骨盤ですね、その腰の部分から注射針をぶっ刺して、骨の中まで刺して突き刺してですね、骨髄液を抽出します。まあ医療行為ですけども、まあ、人工的な骨折ですよね。注射器をね、使って骨の中の液体を吸い出すんですけども、その吸い出す瞬間がめちゃくちゃ痛いんですよ。やったことある人にしかね、わかりませんけども、でもこれよりもね、実は出産の方が激痛のようです。だから女性はすごいですよね。これ以上痛いことはないと思ったのに、信じられません。まあ過去の動画でもですね、僕の過去の動画でもですね、骨髄選手のお話はね、散々させてもらいましたけども、何回やってもやっぱ嫌でしたね。先日の動画でお話しした、まずい薬の方がね、マシです、本当に。まあ、白血病細胞の数をね、確認するのにね、まあ他の方法もあるんですが、まあ病気の状態といいますか、もう体の状態でね、確認方法が違ってくるみたいで、まあ、僕は今はこの腕からの、まあ普通の採血でね、確認してもらってます。まあ、そして不思議なことにですね、腕の中の血液のと、ですね、骨の中の血液のね、状態はね、違うんです。まあ、詳しくはね、ご自身でお調べになられるかですね、まあ、僕の過去の動画を遡ってもらうか、まあ、手っ取り早く病院の先生や看護師さんにね、聞いてください。まあ、最初の頃は2週間に1回のペースで骨髄腺腫をしてました。2回目の抗がん剤が始まるとですね、まあ3週間に1回やったかな。まあ、そこから退院するまでにはですね、月1のペースだったような気がします。そんな感じで定期的にね、検査すると同時にですね、定期的に痛みという恐怖に襲われます。僕は怖がりなので、痛がりなのでですね、まあ大げさかもしれませんけども、まあきっと共感してくれる人がいてると信じてます。まあでも今思うと、抗がん剤といい、副作用といいね、骨髄腺腫といいですよ。入院中は結構体張ってたんやなってね、自分で思いましたね。まあなので、いろんな病気で入院してるたくさんの患者さんらもですね、体を張って頑張ってくれてるんです。今頑張ってるからこそ、これからも耐えれますんで、絶対に一緒に乗り越えていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。